こんにちは。今回はシキアのアイテムを使ってセルフヘアアレンジを紹介していきたいと思います。不器用な方でも手軽にできるヘアアレンジとなっておりますので、ぜひご参考にしてください。はい、リオナです。私はこのオービットヘアピアスを使ってアレンジをしていきます。使うのはストレートアイロンとミニヘアゴム2つと大きいヘアゴム、やっていきます。まずちょっと毛先出るので軽く巻きます。気持ちカーブするぐらいなだけでいいです。と、朝オイルつけただけなのでちょっと不安なので少し足します。耳下だけします。とかは最後にやっていきます。はい、まず低めの位置でポニーテールにします。よいしょ。私はピタッと目が好きなのであんまり引き出しません。はい、ポニーテールにしたら今度はここをめっちゃ適当に2つに分けます。で、片方をさらに2つに分けます。そしてねじります。同じ方向に伝わるかな。で、同じ方向にねじりながらねじってる方向と逆にこうやってやっていきます。ロープ編みです。で、毛先の方まで来たらプラゴムで結びます。そして残りの半分も同じようにロープ編みしていきます。こっちにねじってるからこうですね。分かんなくなりますね。このアレンジはミディアムぐらい鎖骨下ポニーテールできればみんなできるかなっていう感じのものになります。はい、最後まで来たのでまた結びます。はい、で2本ロープ編みしたらこれを刺すだけです。はい、完成です。前がかなりすっきりしちゃうので軽く前髪の中を巻いていきます。と言っても本当に軽くですね。今ちょっと長さが無理なんで。はい、じゃあちょっとウザバングな感じでフロントが結構すっきりしたのでピアスを変えていきます。はい、こちらのレイニーデースティックピアスです。はい、完成しました。すごい簡単にポニーテールしてロープ編みするだけなので誰でも真似できるかなと思います。髪の長さも多分このぐらいからあればいいバランスにできると思うのでぜひやってみてください。はい、ドレスはバッククロスジャガードキャミドレスを選びました。で、ドレス暖色だったのでアクセサリーもゴールドで合わせてみました。以上です。こんにちは、あやです。私はロープバレッタのヘアアレンジを紹介します。長い方でも巻かないでいい感じに決まるアレンジをやります。まずオイルをつけます。私は普段のホーバーオイルブリーチ毛なのでたっぷりたっぷりつけてもう一回つけるで、手に余ったのは上に出します。ヘアゴムでハーフアップに
にします。耳上から指を入れて V に、このぐらいちょっとして止めます。これちょっとしっかりで結んだらゴムが浮くので下に向けて一回ギュッてやって落ち着くようにします。そしたらゴムの下のハーフアップで残した部分を半分に分けて、これをこのハーフアップした髪の毛をこう結ぶ感じ、これを結びます。はい、でギュッてします。で一回髪の毛をこのハーフアップのここを落としてクロスしてギュッてして、これをもう一回結びます。ギュッギュッ、したらこれをこのハーフアップした時の髪の毛の下に通して一個にまとめて、もう一個のヘアゴムでこれを結ぶ。ここにつけるんですけど、つまみすぎると溢れちゃうので表面だけ軽くすくって8に完成。こんな感じ。お洋服はバイカラーキャミソールドレスとティアードアームボレロを合わせてみました。ポイントとしては、高身長の方でも着れるようなサイズ感にワンピースはなっているので、結構こう目線が上がってスタイルアップになるようなお洋服になってます。マットなツヤ感なのでそんなにこうギラギラせず普段使いもしやすいものになります。はるなです。私は 2way フラットクリップブローチを使ってヘアアレンジをしていきたいと思います。使っているのは今は、オイルを結構つけてバームとかつけてちょっとウェットな感じにしてます。あとこちらの、ヘアスティックも使っていきます。ゴムは2本です。これはまとめて使います。まずは前髪を斜めに分けていきます。結構斜めからていくような感じになります。こんな感じで斜めに取っていきます。で、ここで、ゴムを使って後ろでお団子をしていきます。後ろはまず節を通して結構タイトめな感じにしていきます。後ろはお団子にします。毛先が上を向くように結んでいきます。ちょっと私の長さだと少しお団子小さめで毛先が結構広がるような感じに結んでいきます。こんな感じですね。クリップは簡単にこのゴムのところにつけるような感じです。差し込んでつけます。で最後に前髪をと、このブラシを使って整えていきます。
と、この毛もちょっと出してあげると今っぽくなります。もみあげの毛もちょっと出してあげます。こんな感じで完成になります。私は、髪型ちょっとタイトめな髪型にしたので、首元にボリュームのあるケープドレスを選びました。結構すっきりしているので、あの大人っぽくでもちゃんとアクセントのあるデザインがすごい素敵です。私はムーンプレートヘアフォークを使ってヘアアレンジをしていきたいと思います。私の長さがミディアムなんですけど、ミディアムの方でも使えるヘアアクセとなっております。早速やっていきたいと思います。まず、私は、オイルをちょっと適量つけていきます。もう全体的にざっくりつけていきます。遅れ毛も出すので、こめかみのあたりの髪の毛とかもしっかりつけてください。次、髪の毛を一つにくくります。しっかり留めたいので2本使っていきます。この時にちょっと遅れ毛とかも出すとやりやすいです。こんな感じですね。でここから、この一つの毛束を2つ上下に分けてそれぞれ三つ編みをしていきます。上の毛束はちょっと少なめに取って結んでいただくとバランスよくできます。はい、こんな感じです。次はこの下の毛束を三つ編みしていきます。はい、こんな感じです。でここから上の束は上向きに折り込んで、ヘアゴムのところでピンを留めて、この下の毛束は下向きに巻いて、またこのヘアゴムのところでピンで留めていきます。はい、これで上は留まりました。こんな感じです。その次、下もやっていきます。これでできました。こんな感じです。次、こちらのムーンプレートヘアフォークをつけていきます。でこれがつけるとき、頭に対して垂直につけていかないとちょっと浮いてしまうので、注意してちょっと内側に刺すような感じでつけていただけると綺麗に止まります。はい、こんな感じでできました。こうなってます。私はシノワズリーパネルドレスを着ました。こんな感じです。首元にデザインがあるのでヘアスタイルはアップのしました。で遅れ毛をここに出しているので喧嘩しないようにちょっと小ぶりなピアスを選びました。ポイントはこちらの袖元にチャックがついているので、こういう風に開けて着ることもできます。なんか今の時期とかでも全然ここを袖開けて着ると涼しげに着れるので、結構オールシーズン着れるかなって思います。
この首元の紐も結構今シワでリボン結びしているんですけど、長いのでこういう風にクロスしてもいいですし、そのまま下ろしてチョーカーみたいな感じで何回か首に巻いて着たりしても素敵です。ありがとうございました。